た。今日ね、ゲットレディウィズミー撮ってるんだけど、ちょっと時間なくなっちゃって、こんな立ち姿なんだけど、ゲットレディウィズミー撮ってみたので、ぜひ最後まで見てってください。美容院に行ってきまーす。やばい、行ってきます。メイク、見てね。まずこのウェッティンワイルドのローズのプライマーミストを使っていきます。これ初めて使った時、すごいビールの匂いがすると思った。で、次ファンデーションは、今日マスクしていかなきゃいけないので、エスティローダーがやっぱ一番ね、よれない気がするので。で、最近はファンデーション塗る量がすごくね、少なくなって、どれぐらいだろう、ワンプッシュも出さないぐらい、結構顔の中心部分だけにファンデーション、肌が綺麗な人は塗ったりすると思うんだけど、逆で顔の周りにすごくね、ニキビ跡だったりが残ってしまっているので、あと今日ここにね、ニキビパッチ貼ってるんだけど、そう、顔の周りに塗ってカバーしつつ、この真ん中ら辺はハイライトでカバーしてます。あと鼻周りとかはしっかりファンデーション塗って、今日出しすぎちゃったぐらい。すごく薄く塗るのを何回か気になる部分は重ねていくっていう感じで塗っていて、もうスポンジでバッて取って塗るみたいなことはしなくなって、指である程度伸ばしてからの方がカバーしっかりするのに、なんていうの、薄付きに見えるっていうか、ある程度ツヤ感が残るから。ニキビ跡も最近すごいケアを頑張ってたらね、だいぶ前よりなくなった気がする。で、次メイベリンのフィットミーコンシーラーでハイライトしつつ、この辺はカバーあんまりしてないのでカバーしていきます。ん？てか先にコントアすればよかった。やばい、めっちゃ久しぶりの美容院なんだけど、もうねパッサパサでやばい。あー、でも髪型何にも決めてないんだよね、どうしよう。そしたらこのフダビューティーのコントアをします。これ動画で使ったことなかったと思うんだけど、結局ねマスクするから、そうコントアもそこまでしないんだけど、まあ何回か使っていて、でブラシもなんかしっくりくるもの持ってないんだけど、とりあえずこのリアルテクニックスのブラシでこんな感じでくるくるって取って、で後からねスポンジでちょんちょんちょんってぼかしてるんだけど、こんな感じでブラシでちょっとぼかしてから、後でもスポンジでぼかしちゃいます。でもね、このブラシ結構すごい使いやすいし、綺麗にブレンドしてくれるので、すごいいい感じ。このコントアのクリームはもうすっごくいいです。もうなんかファンデーション、下のファンデーションに何も響かないし、めちゃめちゃ綺麗にコントアできるので、色もすごくちょうどよくて、なんだろう、オレンジすぎないけど寒色すぎないから、顔色がすごく悪くなることもないし、年中使える、本当にね使いやすいコントアのクリームだと思います。一瞬で綺麗にボケてくれる。でもちょっと今日すごく曇ってるので、変にね影とかが入ってすごい濃く見えたり、なんか変な感じに見えるかもしれないけど、すごくね使いやすいです。で、次ブロンザーはこのシャーロット・ティルブリーのフィルムスターブロンズ&グローのこれ、ブロンザーはこれが本当にお気に入りです。コントアしたところを中心にパウダーでちょっとセットしてあげる感じで、でね、ブロンザー軽く塗れたら、これもまたシャーロット・ティルブリーの、これね、すごく蓋が開けにくくて、このエアブラシフローレスフィニッシュ、これを大きめの筆にとって、次ブロンザーしてないところに軽くのせていきます。このフィニッシュパウダーはね、すごいキメが細かい、サラッサラな肌になって、めちゃめちゃ綺麗にね毛穴とか隠してくれて、すごい気に入ってます。で、こうねプレストされてるものだから、すごい使うのも楽で、でちょっとブロンザー濃すぎるなと思ったら上から重ねてあげて、そしたらアイシャドウどうしようかな、普通にブラウン系にしたいんだけど、このねトムフォードも使いたいんだけど、久しぶりにこのエルフのマットだけのこれ使おうかな。まずこの白っぽい色、眉毛の下だったり、あとベースに塗っちゃいます。そしたらこの隣のブラウンを全体的に入れていこうかな、クリースまで。
グリースより上か。なんやかんやそこまで凝らないメイクの方が漏れたりする気がする。結局ちょっとね、前髪作りたいと思っててね、本当にどうしよう。そしたら次このちょっと濃いめのブラウンを取って目尻側にのせていきます。髪の毛の色はもう黒にしちゃうか、また明るくするか迷いどころ。ちょっと美容師さんと相談しながら、楽しみ。とりあえず髪の毛ツルツルになりたい。やばいこのなんか。でそしたら今と同じ色、一番最初に使った色を全体に下まぶたにも塗って、今塗った方の暗めの色を目尻に入れていきます。染めた時で髪の毛切った時が結構ね、好評だったから、髪の毛短いの結構好きって言ってくれる人がいて嬉しいんだけど、なんかさ、こう夏とかって肌を見せることが多くて、そういう時にね髪の毛があると女の子らしいというか、なんて言うんだろう、なんかわかる、その安心感というか、今夏だから本当はね短くしたいなとも思ってたんだけど迷ってて、でこの髪の毛の色もちょっとブラウンな感じも好きだし、でも黒髪の方がね、なんかなんやかんや、まあ、楽っていうのもあるし、綺麗に髪の毛も見えるし、どうしよう。でそしたらこのトムフォードの黒系のアイシャドウのね、1色だけここにブラウンがあるので、この色をちょっと上から重ねてちょっとねツヤ感を出していこうと思います。ほんのちょっと指でポンポンポンって乗せてあげると、ちょっと深みとツヤ感、ツヤ感わかんないかな、もう太陽の光がなさすぎて。美容院行く時とかってさ、しっかりめにちゃんと顔を、自分の顔を作っていかないと、まあすっぴんでも自分の顔なんだけど、さ洋服試着する時もそうだけどさ、しっかりメイクしてない時に試着しても結局似合ってんのか結構ねわからなかったりするから、今の色をちょっと目尻にも入れます。この色の方がちょっと濃いので、とりあえずアイシャドウはこれでいいや。でアイラインはフィジサンズフォーミュラのブラックのウルトラブラックで描いていきます。しっかりめに跳ね上げて描いていきます。でちょっと下の粘膜も軽く描いていきます。でヒロインメイクのロング&カールマスカラで、もう根元からがっつり。最近は二度塗りするっていうよりはこの一回に塗る回数をすごい多くしてる。二度塗りするとね、なんか乾いてから塗っちゃうとやっぱ汚いまつげになっちゃうから。やばい、アイシャドウのとこにめっちゃマスカラついちゃった。で下まつげはオペラのマイラッシュで塗ってます。ヒロインメイクでやっちゃうとすごいね、結構ボリュームも出ちゃうから、これの方が繊細なまつげを作れるのと、このハケがね小さくて塗りやすいので、最近はオペラのマイラッシュで下まつげは塗ってます。でそしたら次眉毛、これアナスタシアビバリーヒルズの、ブローウィズのエボニー。すごいこのペンシルがいい意味でカスカスなのね。だから眉毛と眉毛がくっつくことが一切なくて、このペンシル部分がねワックスっぽいっていうかオイルっぽいと、なんかね眉毛がくっついちゃったりすると思うんだけど、そういうことが一切ないので、もう元々の毛並みそのまま維持したまま描けるから、こんな感じでちょっとね軽めなタッチで描いていくのにハマっていて、なんかなんだろう、しっかりめにアウトライン取るっていうよりはこうねシャシャシャって描いていく。で眉毛かけたら、最近はこのアナスタシアのブロージェルを毎回塗るようにしています。この毛並みをしっかり整えたいので、眉頭のところは上向きに、眉毛切ってなくてやばいな、上向き、この辺がちょっと横に流して、この辺はこんな感じで整えて塗っていきます。でそしたら次このチーク、久しぶりに赤を使おうかな。これを軽くだけ、今日あんまりチークいらない。この赤のチークやっぱすごい可愛い。
そしたらハイライトはまたこのシャーロット・ティルブリーの次ハイライトの方、すごい綺麗なね艶を作ってくれるので、このハイライトナチュラルなんだけど、鼻と目の横っていうここと、わかるかな、ちょっと曇りすぎててわかんないかもしれないけど、でここもちょっと広めに軽く、で唇の上と顎で、そしたらハイライトね、これイエローのシューズブランドのイエローから出た、じゃじゃーん、超かわいいよねこれ。これをちょっと顔とあとこの辺にも塗っていこうかなと思ってるんだけど、これ初めて使ってみようと思います。色がこんな感じ、もうこれ顔にもボディにも使えるよっていうやつで、やばい、超かわいい。ちょっとピンクっぽい色なのかな、指に軽くつけて、やば、あ、すごい綺麗、めっちゃ可愛い。わかるかな、ちょっとわかりづらいかもしれないけど、太陽がなさすぎて。だけど全然ね、あのリキッド系のやつだけど、ファンデーションがよれることなくて、すんごい粒子が細かい、なんかキラキラが入っているっていうよりはパールっぽい感じなので、結構どんな人でも使いやすいかなと思います。めっちゃ綺麗、うん、かわいい。この鎖骨の部分かわいい、超かわいい。ちょっと今体に塗ってみたんだけど、今日ね本当にもう太陽が一切なくて、きっとすごい分かりにくいと思うんだけど、本当になんかパールって感じだから、キラキラさせるっていうより、すごいツヤが出てめちゃめちゃね綺麗な、なんか上品な感じに見えて、これかわいい。ちょっと早く使ってみたくて、もう今日使っちゃったけど、ちょっと分かりにくいと思うので、ちゃんとね晴れた日とかにもう一回使ってみようと思います。ほくろ描くの忘れてたから今描きました。で最後リップはこのパトリック・タのシーズストロング、こればっか使ってる。で上から塗るリップはこのフダビューティーのアニバーサリー、もうねグロスとかつけれないからマスクするから、この最近アニバーサリーと、あとなんだっけ、もう一本のちょっとオレンジ系の色、どっちか使ってます。こっちピンク系のマットの色。よし、こんな感じでメイク完成したので、最後にまたこのウェッテンワイルドのプライマーウォーターをかけます。よし、こんな感じでこの髪の毛とおさらばしてきます。どんな感じになるでしょう、自分でもまだわかんないけど、ちょっとね上なんか羽織っていこうと思ってるんだけど、まあとりあえずまた着替えたりしたら動画回します。じゃーん、着替えてきました。ちょっとやっぱこれだけだとまだ早いので、上にめちゃめちゃ薄手のジャケットを羽織ったんだけど、ちょっとシワシワだったんだけど、もうしょうがない、このまま行きます。で靴がねこれじゃなくて、これちょっと車の中にヒール置いちゃってるので、車までこれで行って、今日はこれちょっと合わないので黒いヒールで行こうと思います。やばいで、この辺超汚いんだけど気にしないで。じゃあバイバイ。美容院行ってきました。結局髪の毛の色はそこまで変わらずだけど、前髪作っちゃった。前髪を作りました。こうね上に上げた時とかに顔周り寂しかったので、ちょっと短めに、短めでもないんだけど長めなんだけど、自分的にはちょっと短くした。どう？いい感じ。もうプリンじゃなくなったのが最高。そんな感じで美容院ゲットレディウィズミーでした。じゃあ今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったよ、髪の毛かわいいよって思ってくれた方はグッドボタンと、あとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。Don't blame yourself and don't ask why. That's the